はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、誰かに見られてるっていうようなお話をしたいと思います。まあどういうことかというとですね、このですね、世界はすごいんだっていうことなんですよね。この世界っていうのは、この世の中っていうことじゃなくて、もうもっともっと大きなこの宇宙っていうことですよね。もう本当にこの宇宙の仕組みっていうのはめちゃくちゃすごくて、これがですね、ものすごく面白いんですよね。だからそれをですね、私の体験談をまたこうやってお話ししてですね、皆さんにお伝えしてですね、まだ今メンタルが病んでるとか、何かにこう、すっごくこうね、もうずっしりと重く何かを考えて、はあ、私の人生はって何なんだろうなんてね、もうあの人がとかってこう表面だけで物事を見てですね、めちゃくちゃなんかこうメンタルが落ちて、もう生きているのも嫌だなぁなんて思っている方に向けてですね、まあ実は私たちのこの人生っていうのはそういう表面だけじゃないんだっていうことをですね、本当に分かっていただきたいと思っているんですよね。私も過去のどん底の時、あの時ぐらいまでは本当にですね、もう表面しかもちろん見てないし、それが普通にね、まあ、これが世の中だ、この人生だ、私が生きるこのね、世界だと思ってたんですけど、いや、それってただ単に表面しか見てなかったっていうことで、まあ、実はこの宇宙っていう大きなものがあってですね、もうこれ本当にですね、すごいんですよね。だからそれに気づいていけば、ああ、私ああいう時ね、ああいうふうにこう思ったりね、泣いてたりしたけど、あれってこういうことだったんだな、なんてこう本当に全部が分かってくるんですよね。だから生きていく上で負っていうね、この負の感情、マイナス思考とか、ネガティブとか、挫折とか絶望とか、もう本当に失望とかですね、そういうことがもうなくなるんですよね。そういうですね、マイナスなこと、負のことが自分からなくなったらですね、あとは本当に人生が面白いだけで、そして面白いなって思ってこうやって生きてると、本当にまた面白いことが起きるんですよね。だからそれが思考が現実っていうことで、自分が思ってることがまた起きるっていうことなんですよ。だから私が今人生って面白い、宇宙ってすごいと思ってるから、そういうことがまた起きるんですよね。で、今日ですね、ついさっきそれがまた起きたんですよね。今日そのね、一つだけじゃなくて、もうちょっと他にも話しますんで、まあ、ぜひね、最後までね、聞いていただきたいんですけど、まずですね、今日さっきですね、朝起きて、まあ、ちょっと食事をして、そしてこう、インスタをね、開いて、まあ、今からちょっと昨日レビューをいただいたんで、まあ、レビューを投稿しようかなと思ってですね、そしてこう、開いたんですよ。そしたらそこにですね、まずこう、現れた画面がですね、なんか単行本のね、こう告知というか、あったんですよね。それでそれがですよ、もろに昨日ですね、私が娘と話してた内容みたいなことだったんですよね。で、何を昨日娘と話してたかというと、まあ、ちょっと娘がですね、ちょっと先日ね、この1ヶ月ぐらい体調崩してて、まあ、本当にちょっと困った状況にあったもんでね、仕事も起こしてるから、だからそれをちょっと私がね、見てて、やっぱりこうね、結構娘って夜中まで起きてるんですよね。だからその夜中っていうのは、やっぱりいろんなホルモンがね、やっぱりこう調整されたり、自律神経とか、一番大事な時間帯ってあるんですよね。ちょっとそういうことをずっと言って、そしてですよ、その翌日のさっき朝、単行本のね、広告が出てきてて、そのね、タイトルがですね、今日もまたそんな日っていうね、超朝型ルーティン生活の楽しみっていうことなんですよ。超朝型ルーティン生活の楽しみ。そしてこの方がなんか漫画家さんらしいんですよね。だってそういう漫画家さんのこの体験談とかってめっちゃ好きなんですよね。やっぱり自分が昔漫画家目指してて、漫画家になりたいと思ってたから、で、こういうこう体験談とかコミックエッセイめっちゃ好きなんで、あれと思って、で、タイトルがめちゃくちゃ昨日娘と話してたことでね、全く同じじゃないですか。で、この方のそのね、ルーティーンのね、今までは夜型だったけど、なのかね、ちょっとそういうことをね、書かれてるみたいなんですよね。朝4時起きから始まる暮らしで人はどこまで快適になれるのか、まあそういうことなんですよね。だから、まあちょっと実際ね、どういうことか、ちょっとね、中身が見えてないから、表紙しか見えてないし、この説明しか読んでないから、まあ実際本当にね、私と娘が話してたようなことのそのままかはわかりませんけど、でもほら、超朝型ルーティン生活の楽しみなんて、どうですか？
もう私たちが話してることをなんかこう聞かれてた、見てるんじゃない誰かがっていうことなんですよね。でもですね、こういうふうに言うとね、こういうふうに言う方もいるかもしれないんですよ。いや、なんか、このネットっていうのは、この iPhone っていうのは、なんか盗聴ね、なんかこういうどっかの人が盗聴してて、例えば Amazon とか、まあどっか知りませんよ。Amazon じゃないかもしれないけど、どっかがね、その裏側の人たちがね、聞いててね、で、その広告をなんかこうね、もう見えるようにしてるっていう、そういうね、意見もあるわけなんですよね。まあ、それがですね、本当かどうか私わかんないでしょ。私、こう、裏側とか結構知ってる方なんだけど、そこはですね、いや、本当にそうか私が確かめたわけじゃないし、まあね、そこはちょっとわからないんですね。でも、そういうこともあるとも思いますよね。やっぱり自分がいろいろ検索したりとかしてたら、その検索をしてるから、あ、この人はこういうものに興味あるからって、そういうことを流すっていうことあると思うんですよね。でも私ですね、検索したわけじゃなくて、娘と電話で話してただけなんですよ。だからその娘と電話してた翌日に、その広告が、いや、それもしかもインスタなんでね。いや、アマゾンで私いつも買い物してるから、アマゾンのこのほら、なんかちょっとしたこうね、広告っていうか、こういう商品どうですかっていうおすすめに、それがもろ出てくるんだったら、まだわかりますよね。あ、どっかで誰かが聞いてて、アマゾンで私が買ってるから、アマゾンでこうちょっと宣伝しようかなって出してるのかっていうね、そういう考えもあるけど、いや、アマゾンとか私検索してないんで、だから誰がこう聞いてたのかなっていう、誰かがこう私たちのこの様子を見てたのかなっていうようなことが起きるんですよね。でもそれってですね、シンクロっていうことがあるっていうことなんですよね。その宇宙的なことで言うとですよ。だから本当になんか自分たちが今求めてて、いや、そのことをもうちょっと深掘りして、ちゃんとしたこうね、他の人の体験も聞いたりして、本当に朝方がいいのかっていうことをね、もっと知れば、やっぱり私ももっとわかるし、で、私ね、その本を買おうと思ってるんです。ちかもうさっきね、注文したんですよね。早速ね、もう即買いしたんですけど、で、私がまず読んでみて、で、私もですね、結構ね、夜遅くまで起きてるんですよね。だからそれをまず私が買って読んで、本当にその内容が良ければですよ。まだわかんないから。一応読んでみて、良ければ、もう娘に送ってあげようかなと思ってるんですね。娘が欲しいと言えばですよ。まあ無理やり送るとかじゃなくて。だから一応ですね、そういう知識として、まあ、入れたいなって思って、で、ちょうどそういう話もしてたし、私もやっぱりね、私もちょっとね、娘には言ってるけど、私も結構遅いよなと思いつつ、やっぱもうちょっとルーティン変えようかなって思ってたんですよね。だからこの私の心の中を誰かが見てるんじゃないかってことなんですよ。それで私と娘の会話を誰かが聞いてるんじゃないって。その様子を誰かが上から見てるのかなってことなんですよ。まあ、それはですね、このね、今のサムネイルと同じね、この目のね、サムネイルでちょっと背景の色が違うグレーのやつのね、動画で出してます。だから、本当に乱れてるんですね。もうすべて丸分かりなんですよね。だからそっちの動画もちょっとね、聞いていただきたいんですけど、でですね、今回はそういうことでね、もう昨日話したことがすぐ今日の朝に、そういう本があるから読んでみなっていうことで目の前に現れたっていうことで、あとですね、私がね、ずっとこの YouTube やってて、で、もともと絵をね、やっぱりこう書いてたというか、昔はずっとこう絵日記を書いたり、まあさらにもっとね、遡れば、まあさっき言ったように、漫画家目指してて、子供時代からある程度の大人の時まで、漫画家になりたくてずっと漫画を投稿してたわけなんですね。だから、もともと私絵がめちゃくちゃ好きで、まあ絵でね、なんかこう、生計を立てていきたいとか、絵を描く人生になりたいってずっと思ってたんですよね。で、でもまだね、大人になって漫画家にもなれずに、まあ別に絵描きになれるわけでもなく、イラストレーターにもなれずに、まあ普通にこう生きてて、そして YouTube と出会って、で、YouTube で、4年8ヶ月ね、ずっとこうやってやってて、で、その間にもですね、やっぱ絵は描いたんですよね。久々に絵を描いたり、アクリル画を描いたり、まあ言葉イラストを描いたりとかしてて、で、それで私を知っていただいた方がね、あ、このなのかさんっていう人はこういう発信をしてて、なのかさんのこの言ってることを聞いてみて、あーってね、こう、私が言ってることにまあ納得していただいたり、何かしらこうね、ご自身のお役に立てていただいたり、あとは私っていうこの人間をですね、あ、なのかさんっていいなって思っていただいたりとかね。このね、画像をちょっと出しますけど、もう本当にですね、こういう作品私いっぱい書いてたなってちょっと思い出したんですよ。なんで忘れてたかというとですね、やっぱりこの毎日のこのね、もう本当にまた動画出そう、今日何喋ろうかなって、このメンタルに本当にちょっと没頭しちゃってて、いや、絵はね、描きたいってずっと思ってたんだけど、しばらく忘れてる時期もあったんですよ。
あ、私アクリル画やってたんだよなとか思ってね。でもやっぱり最近ですね、もう一回なんかアクリル画を思い出して、あ、描きたいなとか思ってたらっていうことですよ。思ってたらそのね、海外の方が買ってくださった。と思って、このコスモスと思ってね。だからその方の行動ですよね、行動と言葉が私をですね、もう一回じゃあアクリル画やってみていいんだよっていうことに導いてくださってるんですよね。それは宇宙がその人を私の目の前に表してくださったっていうことなんですよね。くださったっていうとなんか宗教っぽいんですけど、そうじゃなくてちょっと敬語になっちゃったんですけどね。だから宇宙がそうやって与えてくれたってことなんですよ、その方を。それがですね、宇宙のシステムなんです。誰か自分の目の前に現れる人、あるいは何か聞く情報ですよね。それって自分が普段考えてること、これどうしたらいいかな、そういうふうにこう思ってることを、宇宙にこう問いかけとけば、ちゃんとですね、答えっていうのを与えてくれるんですよね。あ、こういうふうにしたらいいんじゃない？いや、こういうふうにしていいんだよって。で、こういうことをやってみればとかですね、そういうことが目から耳から入ってくるようになってるんですよね。だから私は今回のその海外の方は、そういうふうに物事を捉えてるんです。今回の出来事。そして私がね、なんでじゃあコスモスを好きになって書くようになったかっていうと、昔母がね、喫茶店をしてたんですよね。まだ元気な時、若い時に。そのね、母の喫茶店の名前がコスモスなんですよ。で、そのコスモスで、その喫茶店でですね、その母が、再婚相手、私の実の父と別れて何年も経って再婚する時のその相手と、出会ったわけなんですよ。コスモスっていう喫茶店で。お客さんで来たんですよね、その義父が。で、その義父がですね、もう本当にいい人だったんですよ。で、私とね、この私の娘は、実の父と実のおじいちゃんと縁がなかったんですよね。私の父がほらずっと私たちを絶縁してたから。私と娘は、本当の血のつながった、ね、父とおじいちゃんとは縁がなくて、まあ、その部分ではちょっとね、こう、寂しい思いをしたわけなんですね。でもその義父がですね、本当に愛情豊かな人だったんですよ。だから、そういう人と母が出会った場所が、コスモスっていう喫茶店だったんですよね。だから、ああ、コスモスかと思ってて、でもほら、私ほら、昔ね、ずっとこう、母と確執があって、いや、母のことを別にそんな好きじゃなかったんですよね。別に恨んでるとかじゃないんだけども、どうしてもちょっと拒絶反応があって、だから母が、なんかやってることとか、好きなこととか、好きなものに対して、私もすぐ好きになるとかなかったんですよ。だから母がコスモスっていう喫茶店をしてるからといって、私もじゃあコスモス好きなんてすぐなったわけじゃなくて、やっぱその後何年も経って、私がね、なんか自然にですよね、自然にコスモスっていうものに対してすっごくなんか、愛着が湧いて、あ、なんかコスモスっていいなーって思い出して、そしてこう2年前に娘とですね、初めてコスモス畑に行ったんですよね。やっぱりコスモス畑っていうものを味わいたい。もちろんこうね、普段のこの日常生活で、まあ、ちょっと道を歩いてるとね、なんかこう、ところどころに咲いてますよね。ポツリポツリと植えられて。それもね、その本当に一輪見るだけでもめちゃくちゃなんか癒されてて、あ、なんかコスモスってこうやって一輪でもめっちゃなんかいいよねと思って、なんでこんなにコスモスっていいんだろうって思ってたんですよ。そして、やっぱりそのね、一本でもすごいね、気持ちが良くなるから、嬉しくなるから、じゃあコスモス畑に行ったら一体どんなね、感動があるんだろうと思って2年前に行ったんですよ。そしたらやっぱりものすごい感動だったんで、いっぱい写真とか動画撮ってきたんですよね。で、その動画とかね、写真をね、自分のスマホで見てて、いや、もうね、絵を描かずにいられなかったんですよ。これを絵にしたいと思って、もうね、本当に無我夢中で描きました。もう何作も描いたんですよね。だからね、もう一回ね、その私がちょっと忘れかけてて、でもしばらくね、経って少し思い出して、その時にその海外の方が現れてくださったから、それがですね、この宇宙が私の心とか考えてることを全部見てるってことなんです。見られてるってことなんですよ。だからそうやって導いてくれるんですよね。私今これどうしたらいいんだろうかって思ってることを、いや、こうしてみたら、いや、これでいいんだよって、そうやって教えてくれるんですよ、宇宙が。で、それをですね、母にね、話したんですよ、この前ね。いや、こういういきさつがあって、海外の方が買ってくれてね。それで、もう本当嬉しくて、やっぱやろうと思ったんだよね、って。で、またね、この前もコスモスのね、ところに行ってきたから、私一人で。その写真とかいっぱいあるから、またそれ書こうと思ってるんだよね、って言ったんですよ。そして、その昔のね、母のね、喫茶店の話とかにもう一回なったりとかして、いろいろ話してたら、母がですね、いや、ね、なのかね、
コスモスの花言葉って知ってる？って言うから、いや知らないって言ったんですよね。そしたらね、母がね、いやコスモスの花言葉って宇宙なんだよって言ったんですよ。もうその時って思ってね。あと調和っていうのもあるらしくて、あとね、他にもあるんですよ。他にもいろいろあるんだけど、その宇宙っていうのも入ってるらしいんですよね。宇宙の真理みたいな。だからですね、もうなんかゾッときたんですよね。コスモスっていうものをね、もう一回やっていいんだよって、そうやって宇宙が教えてくれたから、あ、やっぱこれ宇宙のね、このシステムだよね、仕組みだよねって母に言ったら、いや、コスモスって宇宙なんだよって、花言葉がって言うんですよ。もうなんかですね、もうそういうことなんですね。もうシンクロだらけなんですよ。だから宇宙っていうことをまず知って生きていくっていうことがどれだけ大切かってことなんですよ。表面だけで見るとね、今回のことこうなんですよ。あ、海外の人が買ってくれた、あ、嬉しい、よかった、なんです。これが表面で見るってことなんです。あ、感謝しますって本当に感謝しますよね。嬉しいです、ありがとうございますって、そのね、それが表面だけっていうことなんです。じゃあそれがどういう意味があるのかって考えるのが宇宙のことをちゃんと知るっていうことなんですよ。それが今回お話ししたことなんです。だから皆さんの人生にいろいろ起きてると思うんですよね。人間関係とかいろんな出来事が。それってですね、宇宙が皆さんを全部見てるから、例えばものすごくネガティブで今日もなんか何かにイライラしてるとか、私は悲しい、寂しい、私は一人ぼっちだなんて、私はね、あの人がね、もういなくなったから私はもうポツンとなって、もう悲しくて、あ、もう人生って辛いわなんて、ものすごくネガティブになっているのも全部見られてるから、いや人生ってそんなね辛いことじゃないんだよ、そのね出来事ってこういう意味があるんだよって知らせようとしてくれてるんですね、宇宙は。何か悲しいことがあってネガティブになってってなってるってことは、悲しいことっていうその出来事があったら悲しいとしか受け取ってない、ネガティブにしか受け取ってない状況だから、いや人生はね楽しいことがいっぱいあるし、幸せっていうのもちゃんとあるから、そっちにね気持ちを切り替える、人生をこう変えるように生きてほしいね、気づいてほしいから、その人との別れを経験させてるんですよ。その人との別れがあったから何か気づくよねって、気づいてねってことなんですよね。だから気づきのために人との出会いと別れもあれば、いろんな他のね病気になるとか、まあ、会社のことだったりお金のことだったり、いろんなね自分の人生で起きることがですね、自分の何かしら気づくために起きてるんですよ。それはですね、宇宙がそういうことを起こしてるんですよね。だからそういうふうにこうサポートっていうことなんですよね。本当は全部起こされてて気づきなさいっていうことなんですよ。でもそれをですね、表面だけでしか見てない状況の時が、ただただ嘆いて、ただただ悲しい、私の人生ってもうダメで終わりだ、いやもう人生って何なんだ、何のために私は生まれてきたのって、生まれてきたくなかった、なんでお母さん私を産んだのまで、で親にまで八つ当たり、親を恨む、まあ、そういう状況になっちゃうと、また宇宙それ見てるから、ああまたそっちに行っちゃったかっていうことで、また何かね起こして、その起こすっていうのはね、その人をいじめてるとかね、その人を困らせるために起こしてるんじゃないんですよ。気づいてっていうことで起こしてるんです。愛情なんですよね、愛なんですよね。宇宙って愛が基本なんですよ。だから全て愛なんです。だからそれをちゃんと分かれば、あ、なんか私に今起きた、あ、これも宇宙から愛を持ってね、こうやって知らせてくれてて、あ、私気づけた、あ、なんか楽になったってことなんですよ。あ、私はね、物事を表面でしか見てなかったな、あ、そうかね、こういうふうに考えればよかったんだっていうことに気づけば、もう楽になりますよね。で、私ですね、この宇宙のことをね、本当に分かって理解してからは、そういう時にどういうふうにしてるかというと、自分がじゃあアクリル画をね、これから先書いていいものなのか、書いて売れるのか、あるいはいやもうアクリル画もやめた方がいいよって、もうね YouTube だけでやしとけばとかね、いや言葉イラストだけにしとけばって、まあいろいろねあると思うんですよね。だから私はじゃあどうしたらいいかなって、どうしたらいいですかねなんて、そういうこう問いかけみたいなことを心で思ってるんです。その問いかけっていうのは宇宙に対して問いかけてるんですよ。いつかね教えてくださいっていうことなんですよ。私はね、今やるべきこと、YouTube のこの動画をね、ひたすら作ったり、言葉イラストをこうやって書いてますけど、いや、アクリル画もやるべきかどうかを、まあ何かの時に教えてくださいっていうふうに、一応聞いとくんですよね。それにこう執着じゃないんですよ。執着するんじゃなくて、まあ何か、アドバイスがあったらくださいっていうことなんですよ。
そういうふうにこう宇宙に聞いとけば必ずですね答えがね与えてもらえるんですよね。もう一旦ですねこの宇宙の仕組みを知ればワクワクしかないんですよ。いやもうね今回お話ししたねことだけじゃなくて他にもいっぱいいろいろあるんですよ。またこういうことで教えてくれたよとか、あこういうふうなことあったよ、もうなんかね面白いよね人生宇宙ってっていうことでね、もうだから負がないんですよ。そこにもう負がね入り込む隙がない、もう負を考えるそういうところがどこにもないんですよ。だからですね私もそういうことを考えて生きててそういう体験をし続けてこのね何年か来てるんで、どん底の時は違いましたよ、何回も言いますけど、どん底の時はもう真逆の人間でものすごい負で生きてて、もう寝込んで嘆いて泣いてた人間なんですよ。でも自分がこうやって生きてていろんなことを体験していろんなことに気づいて行き着いた先がもうこの宇宙のシステムなんで、で現に本当にそういうことが起きてきてすごく生きやすくなって、もうその理解するっていうことはもう気づいてきてるっていうことですよね。気づいてるっていうことだから、だって宇宙っていうことを理解するっていうことですからね。で、気づきさえすれば、あとは別にこう自分がね、こう、ほら、昔で言うとそのどん底の時で言うと辛いこととか、あ、これって私の試練なのかな、なんてこう、マイナスに捉えてたことがですね、いや、今度はいいこと、もう本当にただただ導いてくれること、嬉しいと感じることで、あ、こういうふうにすればいいんだなっていうことを教えてくれるっていうことなんですよ。だから私の場合は絵が売れる、絵を買っていただく、だからあ私は絵をもう一回描いていいんだって教えてもらうってことなんですよね。だからいいこと、私にとって嬉しいことを起こしてくれて、それが気づきになるっていうことなんですよ。それで最初の話の本のこともそうですよね。あ、私と娘が今ちょっと夜型だからね、朝型になるとこういうことにね変化が起きるよっていうことを教えてくれる本があるよって、だからそれって別に私にとってほら辛いことじゃないじゃないですか。本を読むっていうだけですからね。だから辛いことで教えるっていうことじゃなくなるんですよ。気づいてくれば。だからさらに楽になるんですよ。あ、またこういうね本を私になんかこう見つけさせてくれたみたいな。あ、なんかこのタイミングってすごいなと思ってまたワクワクする。あ、宇宙ってすごいと思って感謝できて。本当にですね、面白いんですよ。そうやってこう生きてるとね。もうどうしたらいいんだろうとか、もう嫌だなーなんてこういうことじゃなくて、今私は絵をね、描くべきなのか、ああ、描かないべきなのか、みたいなね。まあ、べきというか、まあ、どっちがいいのかな、みたいな思ってるだけなんですよ。でもやっぱ私描きたいしなーとかね。でも、まあ、それはね、ちょっと、宇宙に委ねようっていうことなんですよ。宇宙に委ねるんですよ。自分がどうしたらいいかがちょっと自分では分かんないときは何かじゃあね起こしてくださいって言うんですよ。何かを起こして私に教えてくださいって言っとくんですよ。潜在意識でも。だからそうするとちゃんとそれも全部宇宙が見てるから、じゃあそういうことをね教えてあげるねって、どうしたらいいかをじゃあヒントとかね、そういうことを起こすねっていうことでこうやって起こしてくれてるわけなんですよ。だから表面だけで見て、もう感情的になってもう嘆いて、もう誰かにムカつくとか私はダメだなんて、まあ、そういうことはですね、ものすごくただただ表面で生きてるだけの状況なんです。だから表面だけで生きてた私も過去にいるから、今そういう方たちに向けてですね、いや、こういうふうに考えていいんですよっていうことをこのチャンネルでお話ししてるんですよ。だからね、本当に自分がそう本当に理解して、あ、そういうものなんだ、このね、宇宙ってって。で、全部見られてるんだ。だから見られてるから安心してお任せすればいいんだっていうことなんですよ。感情的にならなくていい。誰かを恨まなくていいんです。ただ自分がどう生きたいから、じゃあこの答えはどうしたらいいかを教えてください。でもですよ、ただ委ねるだけじゃないんですよ。ちゃんと自分は今ね、自分がやることをやっとくってことなんです。自分の最善を尽くしとくんですよ。ね、人に対してもそうだし、この自分がやってる私だったら YouTube をね、一生懸命やっとくとか、ね、言葉イラストを一生懸命書く。ね、一生懸命っていうのは、楽しくですよ。自分がやりたいから楽しくやっとく。その波動を上げとくってことなんですよね。で、波動を上げるのが本当に大事なんですよ。波動を下げて悩んでくよくよしてムカつくとか、もうイライラするなんてね。私は一人だなんてもうネガティブになってたら波動めちゃくちゃ下がってるんで、めちゃくちゃ下がった波動のとこにはいいお知らせが来ないんですよ。ただ気づきなさいっていうショック療法しか起きないんですよね。でもそのショック療法も宇宙がね、私たちをいじめてるわけじゃなくて気づきなさいってことってさっき話しましたよね。だから気づきなさいっていうことが自分にとってショック療法のままなのか、自分が負でいるから。あるいは気づいたから教えてくださいっていうことで何かいいことで教えてくれるのか。そのどっちかになるっていうことなんですよ。だから自分の生き方次第、自分の波動次第で、どっちの出来事が起きるかってことなんです。
どっちの形態のですよね、ショック的な形態なのか、なんかああこういうことなんだってこう喜びの形態なのか、それが自分の波動次第で決まっちゃうっていうことなんです。だから今の段階でショック的なことしか人生起きてないと思う方は、まだ自分が負だからなんです。波動が低いからショック的な形態での出来事が起きてる。でもそれをですね、ただ表面だけでこれショックだ、ムカつく、悲しいじゃなくて、あ、これってなんかね、今私の人生にこういうこと起きてて、あ、これって一見するとすごい私ショックだけど悲しいことだけど、でもこれで私が何か気づけるのかもしれない、そうやってですね、表面だけで今まで見てたのをちょっとこう上に上がってみる、ちょっと物事俯瞰してみる、そうやってですね、人生を変える一歩になればいいんですよ。こうやって一歩自分が変われば、そこからどんどん変われるんです。私もそうやってきたんですよ。で、どんどん変われたから今の私に行き着いて、もう全て理解できたから、何も負がないってことなんですよ。まあ、そういうことでね、ちょっと今回長くなっちゃったんですけど、本当はこういう長いのはね、サブチャンネルでね、お話ししますって言ってましたよね。でも最初これね、長くするつもりなかったんですけど、結局長くなったから、もともとはサブチャンネル用になっちゃうんですけど、でもやっぱりこれね、内容的にはこのメインのね、こっち側の方たちに届けたいんで、ちょっとこちらに上げさせてもらいました。すいません。もうちょっと長くなって長尺ですけど。でもめちゃくちゃですね、私本当に伝えたくて、これ大事なことなんですよ。これを本当に理解すれば、皆さん今辛い方はですよ、辛い方はもう楽になるんですよね。だからその一つ一つ気づく、このね、方法ですよね。自分ではちょっとどう考えたらいいかわかんない。今なんか自分のね、前にこういう出来事起きてるし、こういう人とこうなってるけど、こういう状況ってどう捉えたらいいんだろうかってわからない方のために、私がこのチャンネルで一個一個の動画でお話してますんでね。もうそれ全部ちょっと見尽くすぐらい見尽くしてください。そしたらもう本当大丈夫なんですよ。いや、コメントを拝見してるとですね、本当にこう片っ端から見ていただいてる方いらっしゃいますよね。これも見て、これも見て、またね、もうこれも見てって。いや、本当になんかね、もうそこから何かね、自分のこの人生に役に立てようと思っていただいてね、動画を見ていただいてるんだなと思ってね、もうすごく励みになってますんでね。また今日もね、じゃあ動画出そうと思わせていただいてますので、ありがとうございます。ねえ、まあそういうことでね、もう楽に生きられるんです。もう自分さえ変わればね、負からですね、めちゃくちゃ明るい世界になるんですよ。で、物事が面白いって感じられるようになるんです。物事が辛いとか、もうダメだじゃなくて、あ、またこんなことが起きたってなれるんですよ。もうね、歓喜でしかなくなるんで、まあどうかですね、もうそういうふうにね、皆さんもね、早くなっていただければと思って、また今日もね、出しましたんで、あとですね、サブチャンネルもね、まあいろいろちょっとやってはいきたいんですけど、昨日もちょっと母のところに行ってきてね、ちょっとね、私もちょっと昨日きつかったんですよね、体調が。だから今日もちょっとぐったりしてまして、まああんまりこうね、元気バリバリじゃないので、まあぼちぼち、様子を見てですね、サブチャンネルの方はね、やらせていただきますんで、まあ、あくまでもサブはサブっていうことでね、このメインチャンネルをまずしっかり見ていただいて、サブが、なんかこうね、更新した時は、まあ、そちらもですね、見ていただければ嬉しいなと思ってます。あとですね、ちょっとまたね、言い忘れがあったんですけども、そのアクリル画のことなんですけどね、最初にその海外の方が買っていただいたことがっていうことで今回お話しして、そうするとですね、そこで私がね、ああそうか、じゃあアクリル画ってね、もう一回やってもいいのかなって思い始めますよね。そしたらもうちょっとですね、さらにですね、いや本当にそれでいいんだよって、もっと本当に確実な、私が本当にそれを決意するような出来事が起きるっていうことなんですよ。まあ、それは何かというと、その海外の方の後にまた立て続けにですね、アクリル画を買ってくださる方が現れるっていうことなんです。今まではパッタリ、しばらく全く売れてなかったのに、その海外の方を皮切りにですよ、海外の方で私が、ああ、そうかって気づいたから、まあ、それを本当に私が確信になるように、もうちょっと起こしてあげるよっていうことで、またですね、他の方が買ってくださるのがもう続くっていうことなんですよね。本当ここ数日ですね、アクリル画をね、買っていただいてるんですよ。だから、あ、アクリル画を買ってくださる方がいらっしゃるんだ。そしてね、さっき言ったように、私のことを知ったから初めてアートをね、アートっていうものを手にすることにしましたって。で、今まではアートなんてね、全然ね、興味なかった感じだけど、アートを楽しむことも知ることが、なんかこう、なのかさんのね、おかげで知ることができましたっ
っていうことで、その方の人生も何かしらですね、私と出会ったことで一つ何か楽しみが増えて、だから私の絵がね、何かしらのこう誰かのお役に立つっていうことも、やっぱりこうね、分からせていただいたっていうことで、そうやってですね、そういう出来事が起きるんですよね。いや大丈夫だよってやってごらんっていうようなことを、そういうサポートでですね、分からせてくれるっていうことなんですよ。だから、ああ、やっぱりじゃあ描いていこうと思って、先日また新しいですね、アクリル絵の具をね、買ってきたんですよね。だから本当にコスモスをまたいろいろ描きたいなと思ってるんですね。やっぱり私はね、そのハートの関係性でも、やっぱコスモスっていうのがなんか私の人生のキーワードなんじゃないか。そのコスモスを描いていけばなんかね、やっぱりこう自分も楽しいし、そのコスモスの絵を楽しんでいただける方もまたね、出てくるんじゃないか。いやなんか本当にいい方向に行くんじゃないかって思わせてもらったっていうこの一連の出来事なんですよね。だからそうやって全部この私を見られてるから、じゃあ最善をですね、導いてくれるっていうのが宇宙っていうことなんですよ。だから皆さんもですね、本当にね、こういう私の体験談を聞いてね、なんかこうご自身にこうお役に立てていただけたらと思います。では今回もありがとうございました。ということで、このチャンネルの動画でですね、お話ししている、お伝えしたいこの言葉をっていうことで、絵の横に書いてですね、インテリアとして使っていただける額をですね、制作してますので、まあ、いろんな言葉をですね、入れてますので、ぜひですね、なんかこうビビッとくる言葉をですね、お部屋に飾っていただいて、まあ、ついつい忘れがちだったなってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただけるようにお役に立ててみてください。で、オーダーもですね、受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としては、既存のね、みんなの方に出品している作品の中から、あんまり書き込み量が多くないもののみ受け付けてます。そして言葉はですね、皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければ、短いね、一言でもいいですし、長文でもね、今までオーダーを受けてました。たくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね、まあ、それも受け付けてますので、ぜひですね、本当にこう私をね、動画だけじゃなくて絵の方でもお役に立ててみてください。心込めて一点一点こう原画でですね、手書きで書いてます。印刷物じゃありませんので。そして写真よりですね、やっぱりこう実物の方がね、全然いいです。写真はちょっとね、なんか暗めに写ったり、なんかこう色がね、あんまりこうほんわかね、写ってなくて、ちょっとこう暗めに写ったりしてますんで、まあ本当にですね、こう実物を手にしていただいてね、飾っていただけたらなと思ってます。そして今までご購入いただいた方のご感想レビューですね、それはですね、コミュニティっていう場所のところに随時ですね、投稿させていただいてます。今まで本当にですね、ご感想いただいてありがとうございました。で、そしてインスタの方にもね、レビューっていうところをまとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、アクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、いろいろですね、私をお役に立ててみてください。では今回もありがとうございました。